東京アムアムワールドアムアムカルビです。この動画はですね、ドラマ半沢直樹を私カルビが見まして、このシーン良かったなっていうのを語らせていただく動画となっております。たくさんいろんないいシーンがあると思うんですけど もう個人的なやつですので、そこは皆さんご了承くださいませ。ということで第8話語っていきたいと思います。第8話の前に先週の放送ですね、第8話を予定していたんですけども、それが間に合わなくて、まさかの生放送ということだったんですけども、いやーすごかったですね。ここ実はこうだったんだとか、こういう風にアドリブを入れたりとか、ここは堺雅人さんが提案してるんだとか、いろんなことが聞けたんですけどもね、まあ賛否両論あるかと思いますけども、全部終わる前にこれをやるっていうのがとかってあるとは思いますけども、いろんな話が聞いても素晴らしかったとも思います。第8話は役員会議のところでの大和田の目と耳と下唇、木本を追い詰めたと思いきや、そこで木本がもう一発こう返して超えたところでの大和田のリアクションでの目と耳と下唇だったんですけども、もし実際に国会に呼び出されたら、今度こそ当行の信頼は地に落ちる、大和田さん、あなたはどう責任をお取りになるつもりですか。実際にはもう耳がグーッとこのグーッと動いて、目がギーッと開いて、下唇ちょっとだけ小刻みに震えてるっていう、まさか追い詰めたつもりなのにこれバチッと返されたことでの大和田のリアクションが、もうこの表情を使ってっていうのがね、もうやっぱすごかったですよね。それとあの細かい演出だったんですけども、半沢と泊があのコーヒーを飲みながら木本常務の話をしている時に、半沢の部下タスクフォースの再建案が手に入ったっていうことをこう伝えに来た時なんですけども、帝国航空の方に半沢は行きたいんですけど、コーヒーが熱いからすぐには飲みきれないって判断して、飲むのをやめて泊まりに渡そうとするっていう、コーヒーに時間かけてらんないから、一瞬は飲もうとするけど熱いからこれ時間かかるからっていう、このなんかのやっぱお前ちょっと頼むっていう、この一瞬だけねそういう演出が入ってたっていう、もう早く行きたいっていう気持ちをそこで表現していて、素晴らしい演出だったと思いました。もうこの第8話は大和田と美濃部、この2人がもうすごすぎてですね、白井大臣とのやり取りのところでの眼鏡をこう外しての「はぁ!」っていうところね、もう一撃、最近どうも耳が遠くてねって言うんですけど、もう「はぁ!はぁ!」だけでもう一撃でしたね。半沢直樹を見てきた人はみんなまさかこんなシーンが来るとはっていうね、前はねあの大和田が半沢にお願いしますっていう7文字を言わすっていうのがあったんですけど、それとはもう逆で、今度は大和田に7文字を言わすっていうやり取りがあって、7文字でこれはちゃんと大和田が言えないっていう、お願いします、お願いしますでの、そっからのこの2人の握手のこのね、ちょんってやってすっていくっていう、すごいことでしたね、このシーン。香川照之さんがこのおねしゃすっていうのは、まあ、アドリブだったということを言ってるんですけど、これは一体誰の提案だったのかとか、このアンケートを一応こう誰でしょうクイズ形式でねこうやっていまして、これはどれなんですかね、おねしゃすってはっきり言ったわけでもないんで3番、まあでも僕は一番予想で堺雅人さんの提案だったんじゃないかっていう予想でいきたいと思います。でさっきあの大和田の目と耳と下唇っていうことがあったんですけども、木本常務に罠を仕掛けるところでのシーンでも、口と目と耳施していただけたら私も施し返さざるを得ない、違いますか木本常務、どのポジションがお望みですか、どのポジションがお望みですかって言われた時に、目と耳と口のこの塩の部分をパッとこう動かして推薦しろっていうことを言うんですけど、そのパッと切り替わり方が
ちょっとやっぱすごかったですよね。見延幹事長に大和田と半沢の2人が呼び出されたシーンだったんですけど、ここがやっぱ今回すごいなんかインパクト。大和田が見延幹事長を前にこりゃただものじゃねえなっていうのを震えたりとか動揺している感じ、髪をこうバチッと、香川照之さんがこう固めてるんですけど、申し訳ございませんとかこういう時にこの固まってる分カタ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 パッガタガタガタって震えるのが分かるんですよ。あれもその髪のセットも込みでそれを表現しているんじゃないかなともう思うぐらい、ただものじゃない感じがすごく出ましたね。その大和田がこう怯えてるのを出しつつのあの一撃というか、君はそれでも終わったことをほじくり返すつもりなのかね、死者に鞭を打つつもりなのかね、どうなの半沢君、半沢、どうなんだ。これですよ。いやーすごいですね。すごかった。何がどうすごいとか、もうこれは圧倒というか、第9話への流れ、また15分拡大バージョンらしいですから、次が見延幹事長とこう半沢大和田がどうなっていくのか。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。